12月29日火曜日曇り。両親が帰省しました。帰ってくるのは今週の土曜日です。もっと遅く帰ってきてもいいのに。これで邪魔者はいなくなりました。サキには素直に僕の気持ちをぶつけることができます。サキの作った晩ご飯とても美味しいです。サキの沸かしたお風呂とてもいい加減です。サキの使った歯ブラシとても美味しいです。サキの正義きっといい加減です。もう我慢できない。サキと一つになりたい。